はい、ありがとうございます。どんどんと申します。今日が強化拡張パックドリームリーグの発売日ということで、早起きして買ってきました。まず1ボックスと、で、あとこれ帰りにね、寄ったコンビニにドリームリーグ置いてあったんで、これを10パック買ってきて、で、それから今日僕、そうですね、このスリーブも買ったんですよ。N とリーリエのスリーブもしっかり買ってきたと。で、これがボックス購入特典のリーリエとピッピのキャラクターレア風のプロモカード。これがね、今1ボックス購入するとお店によってはもらえるらしいんで、まあ、ぜひボックス購入を考えてる人は、これがもらえるお店で買うことをお勧めしますと。まあ、今日はエアコンの水漏れも直って、機嫌がいいということでね、早速開けていきましょう。まあ、まずこっちのバラ買いした方から開けていこうかな。まあ、10パックなんでね、言うてそんないいカードが出る確率は低いといえば低いんですけど、あとキャラクターレア12種類あるじゃないですか。今回それが箱に、だいたい2枚から3枚、基本3枚ぐらい入ってるらしいんで、まあ、それなりの確率でキャラクターレアは出るんじゃないかなと思います。あ、そう、今日僕久しぶりにポケモンセンターに開店と同じぐらいの時間に行ったんですよ。で、まあ、そしたら予想の5億倍ぐらい人いてびっくりしましたね。まあ、あとドリームリーグが発売したからっていうのなのか、それともポケモンカードの、まあ、人気がまだたくさんあるなのか、まあ、両方だと思うんですけど、まあ、未だに人がたくさんいてね、待機列とかもできたんですごいなと思いましたね。雫も謎の草耳気球。やったやった無人発電所の UR めちゃくちゃ嬉しいんだが。めっちゃ出落ちじゃん。いや、でもこれバラ買いだから、オッケーオッケーオッケー。おっしゃ、バラ買いでしっかり UR 当てていくと、しかもこれ僕一番欲しかったスタジアムってか UR だな。そう、今回 UR 枠が無人とピッピ人形と、なんだっけ、睡蓮の釣り竿があるんですけど、あ、これはマジで嬉しいですね。無人はね、今後も全然使われるカードなんで。これイラストの主張が激しすぎるのと、あとテキストが短すぎてさ、これパッと見わかんないね。無人発電所の UR マジで嬉しい。よっしゃ、オッケーオッケー、いいじゃないですか。で、ポッタイシー、ガマガル、ロガース、あ、マニューラ。このマニューラ結局なんかキャラクターあれで赤木と出ましたね。そう、僕ここ予想外したとこなんですけど。まあ、こっちは割とそうですね。サクサク開けていこうかなと。ニューラ、マグマック、ピカチュウ、そう、ほっぺスリスリが出ていいですね。オミカ。あ、ピカチュウとライチュレンが揃っていくと。あ、で、そう、待機列とかもあってね。まだまだポケモンカード人気はすごいなっていう話。ハーデリア、お、来た来た、キャラクターレアのコータス。すごいな。なんかめちゃくちゃ出るね。これ、いいね。アスナとコータス。いや、アスナはね、割とジムリーダーの中でもトップレベルに僕好きなキャラクターで、こういう元気ハツラツな女の子は僕結構好きなんでね。これは嬉しい。よっしゃ。めちゃくちゃ当たるな。バラ買いしてよかったな。ポッタイシー、謎の草な。この流れ多くない？アイルレイドも出てきと。これ開けてから、ボックス開封行くんでね。これはまあただのお通しみたいなもんなんで。いや、無人の UR はね、マジで普通に嬉しい。まあ、あと、それ以外にもね、今回は狙っていく SR ってか、今回はそう、ハズレの SR がマジでね、全然ないんで、まあ、割と開けてて楽しいパックになるんじゃないかなと。ガマ、ガル、ニューリング、ヨーテリ、ピッピ人形と、まあ、タドガス。はい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 。いや、なんかもう一枚ぐらいキャラクターあれば来てほしいな。あ、レアコイルはいいっすね。ヤーキン。はい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 。エモグリュー、ハーディリア、ピカチュウ。おお、ちょっと待って、強い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 。やばい、バグってる。引きがマジでバグってる。よし、やったで、おい。あ、ピッピもしっかり引いてきた。やばくね、バラガイ10で。いや、バラガイ神だわ、やっぱり。いや、これラグレシア GX の SR ですね。そう、今回から、そのスペシャルアートが、廃止された、廃止ってか、今回はスペシャルアートがない代わりに、通常の SR がまあ、このスペシャルアートみたいなイラストなんですよね。ラグレシアと、誰だっけ？エリカか。はい、エリカの、まあ、スペシャルアート風の SR と、こいつは花粉を鬼のようにばらまく。やば、10パックで SR2 枚出しちゃったな。どうしよう。他にも、まだ、バラ買いしたやつあるんだけど、そっち出ないとかないよね。あ、いつき、はいはい。いつきねいきはキャラクターありゃないんですよね。なんかあるかなって思ってたんですけど。ヨーテリー、雫も弱く。え、マジで強くね。やば。10パックでこれな。もうボックス開けなくてよくね。それがレオルナーラのダブルアールもしっかり引いていくと。いや、いいいい、あり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 。ちょ、テキストはね、はい、ボックス出てた時にっていう感じなんで。言うてちょっと触れてたけどな。よっしゃ、10パックの引きマジで強すぎでしょ。じゃあ、こっちがメイン。ドリームリーグのボックス開封、やっていきましょう。これさ、これさ、パッケージにヤーコンいないなって思ったけど、ここにいるんだね。このヤーコンの位置、かわいそうだな。いや、ヤーコン僕割となんかすごい男前な性格してる、かっこいいおじさんじゃないですか。結構好きなんですけどね。このヤーコンの位置マジで悪意あるでしょ。キャラクターは結局僕多分全部集めると思うんで、パックでなるべく当てていきたいっすね。じゃあ30パック、いつも通り開けていきましょう。これ、マジかわいそうだな。はい。で、まあ今回は、まあそうですね、狙いっていうのは、まあ特にないし全部当たりなんで、本当に SR 枠でね、マジでなんか、まあ強いて言うなら、いや、ないな、マジで全部当たりだわ。うん。
ポケモンの SR は全部スペシャルアート風のイラストだし、で、UR も全部強いんですよね。水蓮の釣り竿、無人発電所、リーリエのピン行。で、キャラクターレア？じゃあ、SR 側とあれか、ソルルナとレシゼクの、SR がマジでかっこいいんで、ね。ま、あとサポートの SR も、メイの SR があんのか。あれか、3番目にこれキャラクターレア入ってんのか。あ、まあ、とりあえず箱から1枚目出ましたね。オッケー。ヨアシと、水蓮と。はい。まあ、これ特性チビジネもかなりね、耐久向けの強いテキスト持ってるカードなんで、まあ、こいつは今後、まあ、デッキによっては使われる可能性があると。N の覚悟とマルカルゴ。キャラクターレアは3番目に入ってるのか。キャラクターレアとなんかダブル R 以上が一緒に入ってるのもあり得るのか。まあ、さすがにそれはないな。なんか被ることはなさそう。マグマック、お、来た !N の覚悟。いや、なんかすげえ。あっさりしちゃったんだけど。ああ、はい。この箱の SR 枠は N の覚悟でしたね。いや、ワンチャンもう1枚あるからね。そう、ここが多分箱2枚箱だったから、あり得る。早速来たな、N の覚悟。いやー、これいいっすね。サポートの SR は。そう、今回サポートの SR が N の覚悟、リーリエの全力、メイの3種類なんですよ。まあ、どれ当たっても当たりと。いやー、これ、おい。いやー、これいいね、N の覚悟。まあ、テキストはね、レシゼクと組み合わせると強いっていうか、レシゼクの、なんだっけ。クロスブレイク GX の、発動状況を満たすために必要なカードなんですけど。あ、オッケー。いいっすね、とりあえず。SR しっかりやっていくと。キルリア、ユワーク。めっちゃ出るな。まあ、言うて今回強化拡張パックなんでね、カードの種類自体は少ないんで、後半だいぶ被ってくると思うんで。はい、じゃあどんどん行きましょう。ポッタイシ、ガマガル、ミミッキュ。このナリスマスがね、手札のサポートを1枚使えるっていう効果なんで、はい。一旦にサポートが2回使えるチャンスが生まれると。で、ガウガウバークのムーランドとリーエのピニンギョ。ピニンギョもなんか、昔の身代わりローみたいなテキストしてるんで、まあ、かなり今後、デッキによっては採用されるんじゃないかなと。本当に文字通り身代わりになって、サイドも取れないんでない手がかなりいいカードかなと。コイール、ヨーテ、リラルトス。あ、来た、エルレイド。はい。これはダブルタイプでね、蝶と塔2つのタイプになるんで、サーナイトと合わせて幅広い弱点を突くことができると。で、ホミカ。ホミカはあれだね。手札のポケモン GX、EX 以外のポケモンをトラッシュして、その枚数かけ3枚引くと。アドガースが相性の良い特性持ってます。雫も、謎の草、ドガース、コータス、ガマゲロゲ。このコータスのキャラクターレアが、さっき出たアスナと一緒に映ってるやつかな。はい、鬼雫も、臭い花ラルトス、またドガースと、エアコン。はい。エアコンあれか。山から7枚トラッシュして、その中のグッズを全部手札に加えると。まあ、なんか、ハプーと選択になりそうなカードっすね。テキストはかなり似てるから。ニューラ、マグマック、ピカチュウ、そう、ドリューズ。このドリューズがかなりすごい面白そうなんですよね。1N120 出せますからね。で、山の上から4枚トラッシュっていうデメリットあるけど、これはこの上の土壇場タックルの布石になってると。はい。普通にヤーコンと組み合わせれば1なんか2たんで、自分の山3枚以下になりそうだから、1N180 連発できるんじゃないですかね。ライブラリアウトの心配はフィオネとかスイ君の特性でカバーできるし、割とかなりありな気がする。モグリュウ、イツキと、はい。これも面白いっすよね。コイントスが1回、表裏好きな方選べるんですよ。で、このネイティオのライフダウンが表だったら相手の HP が10になるダメ感を乗せるんで、まあこの2枚でコンボ使ってくださいと。原作でもイツキの手持ちポケモンにネイティオがいるんで、まあそこはしっかりね、まあデザイナーズコンボというか、わかりやすい風に作ってくれてますね。かなりあり。あれか、ダブル R がまだ1枚も出てないのか。これあれかな、もしかしてキャラクターレアが多い分ダブル R ないとか、少ないとかあるのかな。それだとちょっとまあきついっちゃきついんですけど。オタマロー、キルリア、ヨーテリー、あ、来た。ソルルナ。レシゼクさっきから見てないけど。はい。ソルルナは、そうですね。もう何回も動画内で喋ってますけど、4N230 の、まあ、ほんと、小タイプ版フレアストライクと言っても過言じゃない効果。230で効果力出せると。で、女神の光がリーレの全力を使ってたら、3N200 出しつつ、自分のポケモン全員が無敵になるんで、ベンチ狙撃の効果とかも受けないと。これ本当になんか、超エネ重いのはね、マジでカラマネロでどうにでもなるんで、まあ、普通に今後大会で使われてても全然、まあ、不思議じゃないカードですよね。今回マジでタッグチームが全部強いんですよね。タイプヌル、アデサ、水蓮の釣り竿。これが多分 SM 環境でほぼ初めてかな。ポケモンの道具をトラッシュから回収できるカードなんで。まあそうですね。ピン刺しのポケモンの道具とかをブロワーでトラッシュされても、これで、まあポケモンと一緒に山に戻してもう一回再展開みたいな動きが狙っていけると。ネイティオ、謎の草、おったいし、あ、来た。メイト、あ、これはいいっすね。はい。目の不要になるパックというか。そう、メイがね、マジで強いんですよね。これが本当いろんなデッキに入りそう。前の相手の番に自分のポケモンが気絶してないと使えない。その代わり山からポケモントレーナーズ基本エネルギーを1枚ずつ手札に加えることができるっていう効果を持ってます。強いっすね。
まあ本当いいカウンター系のカードになる。特殊エネ持ってこられないのはまあちょっと残念なんですけど、例えばなんか、たける陶器のリザードンとかと相性いいみたいな話がありますよね。これで人影さえ置いといてやれば、前のリザードンが倒れても、リザードン、不思議な雨、炎エネルギーって持ってくることで、たける陶器込みで180ダメージ、目1枚で出せることが確定するんで、まあその他にもルガゾロとかにもね、入りうる強いカードなんじゃないかなと、今後ね、試してみようと思います。で、リーレの全力が山を4枚引いて、自分の番の割に手札が2枚になっちゃうよっていう効果。これはまあほんとそうっすね。もしかしたら、そろそろそのレギュレーション変更が怖いじゃないですか。今まで使われてるドローサポートがレギュレーション変更で使えなくなった時に、リーレの全力が使われる可能性がある。あと普通にこのソルルナ使う前提だったら、やっぱり女神の光 GX は追加効果ありで使いたいんで、まあ採用されることになるんじゃないかなと。あと1枚ぐらいキャラクターレアとか来てくれたらいいな。ナリスマスミミッキュー、ガマガル、コイリー、マニューリー、ホミカと。このマニューラも強いっすよね。アクデッキに入れれる水タイプポケモンみたいな。8枚込みで3エネ140で、弱点込みでレシリザ落とせるのもいいんじゃないかなと。特に進化元を共有できるマニューラ GX はシャドウコネクションで、よりこいつの使いやすさを高めているというか。あ、来た来た来た。これ、かっこいいよね。ホドモエッシーでしたっけ。これ、ドリューズのキャラクターレア。ねえ、ヤーゴン。こんな、かっこいいよね。前半ラスト1パック。モグリュウ、ラルトス、鬼しずくもと、あ、レアコイルが2枚目じゃあさっきあれかバラ出てたのか。ガマゲロゲ。レアコイルも強いっすよね。気絶させる代わりにサポート3枚持ってくれるんで、まあ、街の作戦と合わせて何でもできると。あと、バトルシャトレーヌとかもあってかなりいいんじゃないかなと思います。じゃあ、後半15パック開けていきましょう。めちゃくちゃ早い段階で N の覚悟の SR が出たんで、これなんか普通に SR2 枚箱狙ってって、てか普通にありそうだな。じゃあ、それ狙っていきましょう。あと、レシゼクユの本物が欲しいんですよね。はい、本物というかダブル R がちょっと早いとこ出てほしい。はい、ハーデリア、ほっぺすりすり、ピカチュウ、ほっぺすりすりのね、デッキはこれで、格段に組みやすくなったんでいいっすね。ポッチャマ、アーラフレシアジックスね、こいつ赤粉を湯のようにばらまく。出るたびにそれ言ってるんだよな、ちょっと、しばらく封印しましょう。これダブル R でもやっぱ後ろにこのトレーナーエリカか、が映ってるのいいっすよね。カオルハナゾノで毎ターン自分のポケモン全員の HP30 回復っすからね。マジでこいつ2対3台だったら自分のポケモンもまあ、基本的に確定数がだいぶずれると思うんでかなり強そう。進化しなくてもミュウツー GX でコピーすると2エネで180ダメージ出せる技があると。そう考えると強そう。で、アレルギーボムでしっかり相手の妨害もしていくと。ダブル R があと多分1枚か2枚あるかな。はい。タイプヌル、あ、そう、シルバー DGX も欲しい。3枚目のキャラクターレア。そう、僕イツキとネイティオで予想してたけど、超タイプもう一つの枠、エレレイユとミツルでしたね。いいね。これは、ほのぼのしてますね。で、しかもテキストが強いから、エルレイ毒物したら、これ、ね、4枚揃えたいっすよね。これはかなりいいと思います。で、ガマゲロゲと、ホミカ。やっぱ、トレーナーズは基本的に3枚4枚ずつ出るかな。いつもの強化箇所パックと一緒って感じ。オタマロ、マグマック、イワーク、アムランドが2枚目かな。はいはい。ほっぺスリスリライチュウ。あれだよね、今回のほっぺスリスリって進化先のライチュウもほっぺスリスリ持ってるのがいいっすよね。スリスリ発電の肥やしになるから進化したとしても。キャラクターレア3枚出たから、多分、キャラクターレア4枚入ってる箱あんのかな？なんかみんなのツイッターの開封結果見てると、キャラクターレア大体3枚なんですよね。おい。で、まぁ、12種類あるんで、最速で4箱で揃うのか。まぁ、さすがにそんな豪運持ってる人いないと思うけど、コイール、キルリア、よっ !N の覚悟。N の覚悟はこれで3枚になったな。マニューは。はい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 。えい。ガマガル、ポッタイシー、ミミッキュー。あ、レアコイルがこれで箱から2枚目と。なるほど。はい、そう、ポッチャマ、エンペルト、ポッタイシーのラインも、なんだっけ、エンペルトが思い出すっていうすごい強い技を持ってるんで、今回かなり使いやすいっすよね。謎の草ニューラドガース。おぉ、来たー強すぎる、やばい、マジで強い。今回はマジで強い。ちょっとバラガイとボックス全部神だわ。来たー、やったー、めっちゃ欲しかったやつ。来たやった !SR2 枚箱来ましたよ。ソルルナの SR。そう、これが、SR っすね。そう、今回スペシャルアートがない代わりにっていうやつです。よっしゃー、これはマジでテンション上がる今回。強い強い。で、あと1枚ダブル R があるから、まあ、どっちでもいいな、レシズケのシルバディでも。ヨーテリー、モグリュー、ラルトス。あ、また動画っすね。はいはい、いつき。よし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 。強すぎる。タイプヌル、臭い花。ポッチャミー。あー、来たー、レシゼク。やばい。
強い、強すぎる。マジで強い。ヨーテリー、マグマック、シズクも、あ、弱しね。はい。じゃあ、あと、5パックぐらいかな。コイル、ミミッキー、オタマリー、ワタドガス、スイレンの釣りだと。そういえば、あれか。イバークで思い出したけど、ハガネールがまだ出てない。エルレイドが2枚目。なんか、ボックス、強化拡張パックのボックス開けてて、毎回たまに思うのが、なんか出てないレアはあるのに、被ってるレアもあるっていう。なんかこう、バランスよく1枚ずつ出たりはしないんだなっていう。アヤコンが、あ、そう、そこのエンペルトがね、今回かなり思い出すの効果で、すごい使いやすいんでね、おすすめです。じゃあラスト3パック。はい、ニューラー、ヨーテリー、臭い花、あ、ハガネール来た来た。これがね、ちょっと個人的にデッキ組んでみたいんですけど、ドッセモボールで手札の逃げ根が4個のポケモンを好きなだけトラッシュして、その枚数かける50ダメージ。まあ、5枚トラッシュしたら始まり込みでタックも落とせる火力になると。これがね、今回ミカンとのキャラクターレアもあるらしいんで、まあ、ぜひパックからそのうち当てたいところですけど、はい。鬼しずくも、ラルトス、モグリュー、マグカルゴにマニューラ。じゃあラスト1パック。ここからシルバニも出たら、もう何も言うことないけどな。ハーデリア、ネイティオ、ピカチュウ、アライチュウ。まあ。はい、というわけで、双子の開封結果こんな感じで、トレーナーさんやっぱり大体2枚から4枚かな。そうですね、N の覚悟だけ4枚出たかな。で、レア枠は、まあ大体1枚ずつで、2、3種類だけまあ2枚ずつ出ると。で、ここからがレア枠で、キャラクターレアはこの箱は、ヨアシとスイレン。それからミツルとエルレイド。で、ヤーコンとドリューズで、ダブル R が、レシゼク、ラフレシア、それがレオルナーラ GX。で、こっからが SR 枠なんですけど、SR が、それがレオルナーラ GX の SR と、N の覚悟の SR。まあ、まさかの SR2 枚箱でこの2枚引き当てるっていうね。これ今年の夏の運使い果たしたでしょ？もう終わりだよ。で、バラガイの銃で、無人の UR、ラフレシアの、SR、コータス、ソルルナのダブル R 出すっていう。というわけで、双子の仲良く結果こんな感じで、また双子メートルを追跡バラ買いしたやつの動画で出そうと思うんで、よかったらそっちもご視聴お願いします。というわけで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。